車内旅行。山川正夫作。車内旅行というものがあります。その目的が社員相互の親睦にあると以上、これは人付き合いの不器用な人間、内気でテレショーの人間たちにとっては大変辛いものです。指名されれば歌を歌い、宴会では嫌をなく隠し芸などを見せなくてはならない。大抵一泊ということになるので、たとえちっとも面白くなくても、丸一日か二日間というもの、ずっとウキウキしたみたいな顔を作り続け、さも楽しげにニコニコと我慢をしていなければいけない。今春、大学の文化を出て、某社に入社したばかりの A 君にとっても、初めての社内旅行というやつは、まさに拷問に等しい苦行であり、生体解剖を受けているみたいな苦痛の連続だったと言います。だがこの経験が彼にとって最も大きな、最も深い苦痛となったのは、本当はその後のことなのです。社内旅行にまつわる彼の苦痛は、実際に温泉に向かう貸切バスが出発した瞬間に、早くも始まっていたようです。彼が固くなっているという理由で、課長から歌を歌うように、彼は第一番に指名されたのです。彼は目をつぶり、精一杯腹に力を込め、高らかに歌い始めました。が不幸にも彼は音痴でした。一同は爆笑しました。しかも、真似をたって到底真似のできる歌いぶりだ、と涙をため、笑い転げる課長以下全員に大げさに感嘆され、目的地に着くまで4時間もの間、彼だけは特別に11回も指名を食らったのです。そして、その度に決まって女子社員たち、普段とは別人のような思い思いの華やかな服装の若く美しい彼女たちが、悲鳴に似た奇声を上げて吹き出し、肩を叩き合い、腹を押さえ、ハンカチを振り回して笑い転げる。これは23歳の独身で純情な男性である彼にとってかなりの痛みだったことは確かでしょう。だから彼は酒を飲んだ。回ってくるウイスキーをがぶ飲みしました。だが酔わない。彼はひどく酒が強かったのです。いわばこれが彼の第二の不幸でした。手当たり次第酒瓶を空にしても気分が一向に浮き立たない。ふと彼はバスの窓ガラスを見て奇妙なショックを覚えました。彼自身こんなにも不愉快な憂鬱な気分の底に沈んでいるというのに、彼の顔には怒りや不機嫌の影すらなく、いくらでも歌いますよ。何度でも。お笑いを提供いたしますよ、といった表情のまま、それはむしろご機嫌な顔にさえ眺められるのです。ああ、なんてことだ。勤めてたった半年だっていうのに、と彼は思いました。こうしていつの間にか、この僕もまた屈辱の、それも屈辱とは見せぬ屈辱の習慣を身につけ、卑屈を卑屈とも感じないサラリーマンという鋳型にちゃんと適応してしまうのだろうか。結局のところ、この驚きが自分だけは違うぞという確信の、かくも無残な破壊とその幻滅の屈辱。不器用でしかない自分と、しかもその自分の平凡さの確認とが、彼のその当日の最大の
苦痛だったと言えるかもわかりません。山あいの温泉宿の大広間で、型通りの芸者入り、隠し芸の教養入りの宴会が終わると、A 君はしばらくは、最大の試練が去ったように、ぼんやりと放心していました。そのうちに、女子社員たちは全員ダンスのできる社員たちと、会館のホールへ踊りに行き、偉い人は偉い人たちで、お座敷でのヌードか映画かの鑑賞を始めるために消えてしまい、宿の助手さんたちの後片付けだけがひどく事務的な味気ない感じをあらわにして、しかも驚くべき速度で進められていきます。さあさあぼんやりしていないで早くどいてください。とつっけんどんな声がかかりました。だが、不器用者の彼にはもちろんダンスはできない。こっそり浮気とやらをするほどの金も才覚も持ち合わさず、今はどこかの部屋から聞こえる麻雀のパイの音もただ虚しく、わびしい気がするだけです。彼は仕方なく、土寺のままぶらりと旅館を出て、同じような土産物店が並んでいる温泉町の通りを行き当たりばったりに歩きました。それはそろそろ小さなその町の尽きるあたりだったでしょうか。板塀に女の絵が描かれた安っぽいポスターが貼られているのが目に入りました。近寄ってみると、どうやら隣の町の小屋で上演中のストリップの広告のようです。よし、これでも見てやろうか。彼は鬱屈した自分の心を紛らわしたかったのです。何の用事もない足はごく自然に彼をその町の小さな駅へ運びました。が、それはそれこそ無残な失敗に終わりました。無理な景気づけみたいな近在の青年たちの掛け声、裏悲しいレコードの競争、むしろがけの小屋の貧弱な照明の下でただやたらと尻をくねらせるだけの芋のような無表情な女体のストリップは彼の憂鬱をいよいよしらじらしいものにし、さらにわびしさだけを深める役にしか立たなかったのです。温泉宿のある町の駅に着いたのは、かれこれ11時近い時刻でした。とにかく彼は豊かなもの、優しく微妙なもの、それらあらゆる甘美なるものへの満足に飢え渇いていました。彼は無性に何かに毒づいてやりたいみたいな、あてもなく、虚しく、生きり立つ孤独な怒りに似たもの、そうした燃え募るどす黒い炎のようなものだけを激しく自分の中に育ててしまっていました。月の美しい夜でした。温泉町は深い、渓谷の両側に明るい宿の窓を一面に並べていて、宿に帰るためには渓谷にかかる長い鉄橋を渡らねばなりません。彼はその鉄橋の中途まで来て、初めてそこに一人の人間が立っているのに気づいたのです。彼と同じドテラ姿の若い女性がじっと川間を覗き込むようにしている。彼女は一人でした。青白い月光にくっきりとその横顔が浮き出し、彼女が会社では彼の一階下にある資材課の Y 嬢であることは彼にもすぐわかりました。面白いですか？社内旅行は。なんとなくすれ違いざまに彼はそう尋ねました。
面白いはずがないわ。低い声で言い、Y 嬢は振り向いて彼を見つめました。彼にしたらそれは全く予期しない答えでした。それに月の光を受け、何かを訴えかけるように輝く彼女の黒いまっすぐな瞳も。ダンスはしないんですか？ダンスなんてもうたくさん。みんなと一緒だからってさも楽しそうにしなきゃならないなんて欺瞞よ。馬鹿げているわ。突然彼は胸が締め付けられるような気がしました。そうなのだ。楽しそうにしているなんて欺瞞。欺瞞だ。ここにも社内旅行を楽しめない人間がいる。一人の仲間がいる。社内旅行なんてつまらないわ。Y 嬢はまたささやき、その言葉は彼の胸をつかみました。これは心と心の出会いだ。どぎまぎしながら彼は一世一代の勇気を奮い起こし、言ったのです。歩きませんか、一緒に。すると意外にも Y 嬢、社内でも有数の美女である Y 嬢はこう答えたのです。ええ、歩きましょう。それからあと二人は無言でした。だが彼にはそれで十分だったのです。彼は風の冷たさも忘れていた。急に渓流の水音が耳に近く聞こえ始めました。空は広く、さえざえとした月がその中ほどにありました。月光を浴びた雲が小やみなくその空を流れていき、月は青黒い、大海の中を泳ぐ孤独な鏡みたいだった。そして Y 嬢は美しかった。青白い光を受け、うつむいた白いうなじに遅れ毛をそよがせている Y 嬢。黙ったまま歩いている Y 嬢は、まるで生まれて初めて見る女性のように、彼の感覚に微妙な音楽のようなものを絶えず、鳴り響かせていました。彼女は可憐だった。彼は幸福でした。幸福そのものに化していました。不意に彼は空を見上げ、大声でその夜の月の美しさを、星の輝きを、つまり最も上等的で陳腐な、通俗的なロマンチックシーンの決まり文句を、片端からわめき出したいような気分で、胸が詰まりました。ああ、綺麗な月ですね。二人して死んでしまいたいですね。だが彼は何も言わなかった。彼女も何も言わなかった。一時間ほど無言のまま散歩を続けてから、二人は宿に帰りました。その間もちろん彼は Y 嬢の腕にさえ触れなかった。でも彼にはそれで十分だったのです。純情で多感な A 君が、Y 嬢への激しい恋に落ちたのは当然の成り行きです。が不器用な彼は、その恋をどう Y 嬢に表現し、どう伝えたらいいかわからなかった。そして社内旅行から四日目のその朝が来たのでした。いつものように彼は一階からエレベーターに乗り、六階で降りました。が、降りる時の彼はもう乗った時の彼ではなかった。その間に彼の肉体とは反対に、彼の恋の星は地上に落ち、無残に砕け散ってしまったのです。そのエレベーターの箱の中では、資材課の女子社員たちが、Y 嬢が婚約したというホットニュースに大騒ぎしていました。相手は同じ資材課の男で、二人の仲はだいぶ前から相当深いものだったということでした。
あの社内旅行の夜にしても、男がそのことがみんなにバレるのを嫌がり、他の女子社員とばかり踊っていて、もうホールが閉まる時刻だというのに、Y 嬢には知らん顔を続けたので、怒った Y 嬢が一人でホールから走り出てしまったのだと言います。A 君が鉄橋の上で彼女を見かけたのは、多分その直後でしょう。つまり彼女が社内旅行、面白くないと言ったのは、そのためだったのです。でもおそらくはそんなことが二人を正式の婚約へと踏み切らせた直接の動機になったのでしょう。A 君の蚊にも、すでに彼女たちの婚約の噂は広まっていました。二人についてのおしゃべりに夢中な女子社員のそばで、彼は20分ばかり机に頬杖をつき、放心を続けていました。彼に本当の痛みがやってきたのは、それから後のことです。彼は明るい朝の部屋の中で、ぽっかりと口を開けた黒々とした深淵に取り囲まれ、どこにも何の手がかりもない自分の孤独だけを意識しました。そして苦痛に顔をしかめながら、彼は口の中でこうつぶやいたと言います。ああ、なんという滑稽な話だ。なんという悲しい話なんだ。人間の生活というやつは、どうしてこう、苦痛に満ちているんだ。